いらっしゃいませ。妖怪酒場のカオルです。皆さん、恋方、恋方、恋方、3連勝恋方でございます。イエーイ!やったぜ。はい、ということでね、まず最初に MVP コーナーからやっていきたいなと思います。これはね、勝っても負けても私が決める MVP コーナーでございます。ということで、本日の MVP を早速発表したいと思います。本日の MVP は、シャー玉村翔吾投手イエーイ。はい、ということでちょっとね、二俣選手と迷ったんですけども、その二俣選手は今日ね、初勝利打点を挙げていたので迷ったんですけども、玉村投手はね、今季初勝利と、まあハイクオリティスタートだったわけで、もうおめでとうございますの気持ちでね、あの玉村投手にさせていただきたいと思います。皆さんの MVP は誰ですか？はい、ということでね、本日は玉村投手でございました。でね、続きまして今日の試合の振り返りをしていきたいと思いますので、それでは音声ご案内します。はい、本日6月15日土曜日ですね、楽天モバイルパーク宮城で行われました楽天対広島の第2回戦でございました。3対4で広島が勝ちました。イエーイ。何回喜ぶのって感じだけど、これは嬉しい勝ちですよ。このカード勝ち越しなのでね。で、しかも交流戦も7年ぶりの勝ち越しということで、苦手じゃないよって言わせられるようにね、頑張りたいですよね、これからも。貯金が今季最多の8ということで、交流戦で貯金8だよ。最多になるとは思ってもいなかったですけども、超嬉しいですね。はい。ということで、本日の先発は、楽天が古謝投手、広島が玉村投手でございました。同級生の対決ですね。さて、その勝負はいかにという感じなんですけども、勝ちは玉村投手について1勝2敗、負けは古謝投手について1勝2敗。2人とも1勝2敗だ。はい、セーブは栗林投手が19セーブ目を挙げております。ということで、本日の試合結果は以上でございます。続きまして、スタメン予想ゲームの結果発表でございます。昨日私がね、予想したスタメンと今日の本当のスタメンを照らし合わせて勝手に点数をつけていくコーナーなんですけども、こんな感じでございました。バスン。はい、またまた18点でございましたね。はい、DH 野間選手の予想だったんですけども、またベンチ外だったのでちょっと心配なんですけども、堂林選手ね、ここ最近当たってないので、なんでスタメンなんだろうって考えたんですけども、まあ、大森選手と葉月選手は足と守備で残しておきたい。で、残るは田中、宇草、堂林、石原、相澤ってなるので、まあ、対左に対して一番打率が良かったのは堂林選手なので、堂林選手がスタメンになったのかなというふうに私は考察しております。で、佐藤選手がファーストじゃないのっていうところなんですけども、私はファースト佐藤選手で予想してたので、佐藤選手と堂林選手が2人ともスタメンなのは初なので、そうなると、まあ、堂林選手の方がファーストが慣れているということで、ファーストだったのかなというふうに思いました。はい。で、キャッチャー石原選手に予想してたんですけども、坂倉選手だったんですよ。玉村投手はさ、石原選手かなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、これはもしかしたら、まあ、違うかもしれないですけども、配球を読まれないために変えたのかなというふうに思います。なんか、新井監督がやっぱ試合後のインタビューで、今日はね、圧が、前とは違う、リードをしてくれたので良かったですみたいな、とかなんか坂倉がね、前回とは違うリードでやってくれたのでとか、なんかちょっと言ってるような印象があるので、違うリードという面で違うキャッチャーにした方が配球が読まれない可能性が高いかなというので、やっぱりこの前回のバッテリーで相手のね、首脳陣が、まあ、石原選手で来るだろうと予想していたら、まあ、そこを坂倉選手で行ったとみたいな感じの予想です。はい、ということで本日は18点でございました。とても微妙でございました。はい、ということで以上、本日のスタメン予想ゲームの結果発表でございました。はい、続きまして本日のトピックスでございます。本日はですね、まず野間選手が3日連続でベンチ外でしたね。ちょっと大丈夫ですかっていう心配なんですけども、まだまだコンディション不良ということなんでしょうか。はい、でね、本日玉村投手の結果なんですけども、6と3分の0回でね、90球投げておりまして、
まあ、ちょっと被安打8はちょっと打たれてしまったかなと思うんですけども、まあ、それでね、失点3で、ゲームは作ってくれたかなというふうに思います。はい。続きまして、本日はですね、これ気づいたんですけど、5人の賞が大活躍ということで、みんなこのね、5人、賞がつくんですよ。赤く囲ったんですけども、玉村投手はハイクオリティスタートでゲームを作ってくれました。二俣選手は、プロ初勝利打点でございました。で、秋山選手が2点目のタイムリー。で、坂倉選手が3点目のタイムリー。堂林選手が4点目のタイムリー。という感じでね、みんな賞がつくの超すごくないですか、これ。いやー、賞吾がね、3人いるんで、すごいですよね。はい。しかも玉村選手と秋山選手は確か誕生日が一緒で、そこも一緒なのっていう感じなんですけど。はい。でね、堂林選手なんですけども、なんとなんと61打席ぶりのタイムリーだったそうで、ヒットに関してはですね、4月20日以降、34打席ノーヒットだったんで、今日タイムリー打ってよかったですね、本当にって感じです。はい。ということでね、続きまして、8回裏ですね、堂林選手のファインプレーがありましたね。まあ、これを見て、やっぱりちょっとファーストは堂林選手で良かったのかなというふうに思いますね。8回裏でね、チャンスを作られたら結構流れが変わってたと思うので、1点差を守ってる回だったので、まあ、ちょっとね、あそこでファインプレーで堂林選手が取ってくれたのはすごく大きかったかなと思います。はい。続きましてね、ハン投手が6試合連続無失点でございます。ちょっとね、今日は3本の神ハーンとはならなかったんですけども、そしてフォアボールを初めて出してしまうという感じではあったんですけども、連続でねフォアボールを出すタイプではないのかなという感じには思ったので、そこは安心かなと思うんですけども、でも今日は初めてイニング途中から投げたという感じでしたね。玉村投手の後にハーン投手がね投げたんですけども、で今まではまあ堀江投手や森浦投手だったと思うんです、イニング途中っていうのは。だけどまあ今日ハーン投手が投げたことによって、まあ、ちょっと序列が上がったのかなというふうに思いました。はい。続きましてね、島内投手とハーン投手、栗林投手が連投しております。なので明日もしね野間選手が大丈夫であればベンチに入って、その代わりに誰がベンチ外になるかなって考えたんですけども、ちょっと球数的に島内投手なのかなというふうに私は思っております。はい。ということで以上本日のトピックスでございました。続きまして今日の2軍の情報でございます。6月15日マツダスタジアムで行われました広島対ソフトバンクの第11回戦でございました。4対5でカープが負けました。はい。負け方、先発は広島がハッチ投手、ソフトバンクが坂東投手でございました。でトピックスなんですけども、ハッチ投手の結果が本日5回と3分の2 94球投げておりまして、まあ、4失点でございましたね。まあでも自責は2ということで、防御率は 1.05 というね、結構いい防御率だと思います。味方のね、ミスも多くてちょっと不運な失点だったかなというところもありました。暴投やボークなどでランナーを出した時の課題はちょっとまだ解消されてないのかなという感じですね。高監督のお話ですね。ハッチは野手が足を引っ張った部分もあったかな。いい球もいっていたしということなので、まあそこまで悪くないのではっていう感じですね。はい。で続きまして内田選手ですね。内田選手本日5打数1安打2打点の打率も2割7厘ということでね、今日も2塁打でした。そしてなんといっても19打点でね、もう完全にチームトップでございますよ。パンチパーマにイメチェンした効果なのかなって思いました。で本人はフォームを意識しすぎず自分の間合いで振ることを徹底、1、2塁間を見て空いてるなと、引っ張るより流した方がいいと落ち着いていたそうなんですけども、すごいですよね。そうちゃんとこうね計算して打球を飛ばしていたみたいですね。で彼のモットーはですね、比べるのは昨日の自分だそうです。こう昨日の自分より超えていくって感じなんだろうね。いやいいですよ内田選手。はい。続きましてね、上本選手が2打数でちょっとノーヒットだったんですけども、フォアボールを選んでおりまして1盗塁もしておりました。で打率も2割3分5厘ということで、まあ、芸術的なバット投げを披露してました。ノーヒットだったんですけども、ホームラン行ったかもっていう打球があったんですね。で多分本人も行ったと思ったんですよ。こうやって打ってで打球はまあセンターフライだったんですけども、1軍に向けてかなり順調な仕上がりなのかなっていうふうに私はあの打球で思いました。はい。
待ってます。で続きましてね、本日のマルチヒットでございます。中村貴弘選手が4打数2安打で2割4分5厘、前川選手が3打数2安打の1打点1番と2割5分6厘でございます。続きましてコルニエル投手ですね。本日1回無安打、1奪三振、無失点、防御率 0.00 でございますよ。すごいよ。今日は三者凡退でございました。本日ね、最速155キロを計測しておりまして、もう一軍いつでも準備を受けて感じですね、コルニエル投手。ということで最後の項目、松田のデイゲームは厳しいというところなんですけども。まあね、両軍記録には残らないものも含めてミスがめちゃくちゃ多かったんです。高監督は1回にこう打ち上がった球を見失った内田の守備は準備不足かな、一軍に行けば松田のデーゲームあるからねという感じで言ってたんですけども、まあね、ちょっと松田スタジアムは日本一守るのが難しいと言われてる球場なので、まあここでね二軍の試合ができてるということ自体がすごくいい経験になってるというふうにポジティブに考えていきましょうって感じなんですけども、まあ、内田選手はねまだ一軍に上がってきたことがないので、二軍でね松田でそういう守備をねできる機会が今季はね2回目なので、松田もっとねできる時が増えたらいいですよねっていう感じですね。ということで本日の2軍は以上でございます。はい、最後に明日のスタメン予想をしていきたいと思います。そう、明日の先発間違えてました。庄司投手だと思ってたんですけども、明日は松井投手対アドゥア投手でございました。はい、で松井投手はですね今季4試合投げておりまして1勝0敗で、防御率が 3.45、対右に対しては2割2分2厘で、非本塁打が1、対左に対しては2割4分2厘打たれておりますということなので、あんまり変わんないですね。こういうスタメンにしようと思います。バスン。はい、野間選手を使わない前提で考えました。で対右なので、松山選手を指名打者に選ばせていただきました。でレフトのね二股選手も捨てがたいんですけども、対右なのでここはちょっとうぐさ選手にしてみようかなというふうに思っております。まあ、だけどもちょっと下位打線の方がねうぐさ選手って機能してるかなっていう印象なので、下位打線に置いてみました。はい、でキャッチャーは坂倉選手と迷うんですけども、対右投手の率と、まあ、アドゥア投手とのコンビネーションということを考えたら石原選手なのかなというふうに思います。はい、でファーストは佐藤選手と堂林選手で迷うんですけども、左右のバランスと今日の結果を踏まえて、まあ、堂林選手にしようかなというふうに思いました。で、まあ、9番から1番のつながりを考えて9番に矢野選手にして、あとはまあ左右ジグザグになるようにちょっと綺麗に ね並べてみました。はい、という感じですね。さあ皆さんの明日 DH は誰にしますか。もう私本当に DH 当たらない。で昨日もコメントでくださった方でね、なんか佐藤選手が DH いいんじゃないかっていうコメントがあったんですけど、当たってましたね。すごいよ、コメントの方。なんか、皆さんめっちゃすごくない？で、ちなみに、まあ一応もしかけたら、私はこういう理由で DH にしますみたいな理由も聞きたいですね、ぜひとも。なんでだろうっていうのが気になるのでね。という感じで、本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方をよろしくお願いします。はい、ということで、明日4連勝できて、交流戦をね、もうハッピーに終わりたいですね。ということで、お客様、お帰りです。ご来店ありがとうございました。バイバーイ。